ジャコバン派とは、フランス革命期の政治結社である。通称の由来は、パリーさんとなれ通りのジャコバン修道院を本部としたことによるが、正式名称は、憲法の友の会、ジャコバン協会、自由と平等の友である。口述のように内容は、時期によって異なるが、マクシミリアン・ロベスピエールが中心となって急進的な、革命の推進を行った時期が有名。 フランス革命を主導した主流で恐怖政治で活躍し、テルミドールのクーデター以降、一転、没落の道をたどる。国民公開で左の席に座ったことから左翼の語源となり、恐怖政治はテロ、テロリズムの語源となった。ジャコバン派が本拠地としたジャコバン修道院元々は、ジャコバンクラブという様々な思想を持つ人々が集まる政治クラブであった。 この政治クラブは、フランス全国に支部を持ち、組織的に革命を推進した。しかし、革命を経るにつれて、信念や政策によって分立し、まず立憲君主派であるフイアン派が、ついで恩ン共和派であるジロンド派がこのクラブから脱退し、最終的に山岳派と呼ばれる、旧進共和派の集団が、ジャコバンクラブに残り、主導権を握る。そのため、稀に抗議の意味として、 ジャコバンクラブに属していた市民、または単に革命を支持する、革命派を指してジャコバン派ということもあるが、一般的には、後者の旧進共和派を指して用いられる。実際、ラファイエットやブリスソーなどの不ア安派、ジロンド派の代表格も、人じきジャコバンクラブに属していたが、彼らを指してジャコバン派であるということは、まずない。ただしジロンド派が、 ジャコバンの一部であるという考え自体は間違いではない。一方で、求心共和派クラブであるコルドリエクラブ系の求心共和主義者たちに対して用いる場合もある。この場合は、クラブの違いを意識して区別されるだけであり、両者に立場的違いがはっきりあるわけではない。ジャコバンクラブの編成3部会の第3身分の議員のうち、ブルターニュ出身議員で構成された。 ブルトンクラブが原型である。ベルサイユ行進の後、ジャコバン修道院で集会が行われるようになり、ジャコバンクラブと呼ばれるようになる。立憲君主派の脱退1790年の3から6月にかけて、ラファイエットやバイイーラ立憲君主派は、ジャコバンクラブから脱退し、89年クラブを創設した。一方、ジャコバンクラブ内では1791年6月の、 ルイ16世一家の国外逃亡未遂や7月のシャンド・マルスの虐殺を機に国王の責任を追求する左派と議会と国王を共存させようとする右派が対立した。この時期、バルナーブやデュポール、ラメット兄弟などの右派がジャコバンクラブから相次いで脱退。これに先の89年クラブが合流し、フイアンクラブが創設された。この時点でジャコバンクラブからは 立憲君主派が消え、残ったのは、穏健、及び求心的共和派となった。穏健共和派の脱退8月10日、事件1792年、他のヨーロッパ諸国との戦争の機運が高まる。それに対し、ジャコバンクラブ内では、主戦派と反戦派との対立が始まる。この対立は、主戦派イコール穏健共和派。 反戦敗イコール旧新共和派という構図であったが、議会では主戦派のジロンド派が実権を握り、4月20日、オーストリアに対し、戦線を布告した。しかし、破産状態のフランスは、戦備が整っておらず、兵士も未訓練で、革命の余波が軍隊に及んで、指揮系統が機能しない、フランス軍は、敗戦を重ねるプロシア軍が参戦するなどの情勢の、 変化や旅重なる敗戦の中拒否権を発動するルイ16世によって国政も停滞したため反戦派の中心であったロベスピエールやダントン、マラーが主導し8月10日事件を機に王権の廃止を要求実現させる。やがて国民公会と名のついた議会が召集される。この時点でジャコバンクラブにはジロンド派、 ジャコバン派両派閥の議員が混じって在籍していたが、ボルドークラブの人脈とブルジョワを支持基盤とするジロンド派と民衆を支持基盤とする山岳派との対立が深刻になっており、ブリスソーを指導者とするジロンド派は10月以降次々とジャコバンクラブから脱退する。こうしてジャコバンクラブに残ったのは旧神共和派だけとなり、ようやく ジャコバンクラブイコールジャコバン派と呼べる状況となる。また、旧進協和派議員の多くは、議会で議場広報の高い位置に陣取ったため、山岳派とも呼ばれた。ジロンド派の追放国王裁判でも対立したジロンド・ジャコバン両派であったが、国民投票や執行猶予などにこだわったジロンド派に対して、ロベスピエールやサンジュストといった山岳派の明確な主張がまさり、 1793年1月21日、国王の処刑に至る。国外では全員ヨーロッパを敵にし、国内では大衆の人気を失い、山岳派に圧倒され始めたジロンド派は山岳派の主要人物の拘束を図るが、マラーやエベールに対して行われた裁判はいずれも無罪となり、法廷闘争でも敗北した。エベール派やアンラジェを中心にして、 コミューンが暴動を煽るようになると、ジロンド派は攻撃の的を山岳派に絞るが5月26日に、ロベスピエールがジャコバンクラブで行った演説によって失脚。5月31日から6月2日にかけて、機能不全となった政府に怒りを募らせた民衆の武装放棄が起こり、ジロンド派は国民公会より武力で追放され、さらに逮捕、処刑された。ここに、 ジャコバン派が主導する体制が確立する。ジャコバン派内部での派閥闘争をやがて憲法は停止され、ロベスピエールも属した大公安委員会が革命の遂行のためあらゆる権限を有するようになる。次第に彼らによる委員会独裁が始まり、内戦の激化によって反革命派の粛清といった必要から非常手段としての恐怖政治を求める声が パリでは強くなっていく。しかし次第に、それが、急進化激化すると、多くの無関係の市民も処刑されるようにと、変貌していった。大胆な政策の実行や、反革命派の粛清により、一応の安定を見たフランス国内であったが、ジャコバン派内部で、恐怖政治に対する見解の相違から、恐怖政治の緩和を求める、寛容派と、恐怖政治をより強化するように求める。 強撃派が三角派と分裂する。両派の間に立つ三角派内の中道左派は分裂した双方の派閥をそれぞれ粛清し、自らの影響力を強化させて、自らの政策を実現させようと恐怖政治を継続させた。テルミドールのクーデタ・ロベスピエール派は少数グループで、もともと支持基盤が弱かったが、極端な権力の集中と恐怖政治の実行により、 名目的な主導的地位にあったロベスピエール派に非難の矛先が向くようになり、最高存在の祭典やカトリーヌ・テオの神の母事件などで、ロベスピエールが独裁者となり、国王を目指しているのではないかという荒ぬ疑念が広まって次第に孤立していった。やがてテルミドールのクーデターが起こり、ロベスピエールが失脚すると、同年11月にジャコバンクラブが閉鎖される。 政権を手にしたテルミドール派は右派に転向して反動政治を行ったため、総裁政府時代にもジャコバン派残党ら左派勢力は徹底した粛清を受けた。1795年、すべての政治クラブの活動が禁止されると地方に存在していたジャコバン派の勢力も急速に衰退する。ただしナポレオンによるブルメールのクーデター時には、 フランス全土におよそ1万人のジャコバン派とされる実勢力はあった。しかし、ナポレオン体制下でも引き続き弾圧を受け、政治的勢力としての存在は消滅した。ジャコバン派の思想そのものは、バブーフラ共産主義の先駆とされるネオジャコバンや、フランス7月革命、1848年、革命などの19世紀の諸革命を通して受け継がれ、 共産主義思想やロシア革命に受け継がれるのであった。1793年、通称ジャコバン憲法と呼ばれる憲法が採択される。これはジャコバン、山岳派の理想が反映された初の普通選挙をもとにする憲法であったが、国内外の戦争のために、結局、選挙が行えず、施行されることもなかった。公安委員会を中心にして、一般最高価格法や、 革命歴の採用などが行われていった。1794年2月4日に、プリビオーズ16日法を可決し、全フランス領での奴隷制の廃止を決議した。この決議を受けて、サンドマの実力者トゥーサン・ルーベルチュールは、フランスへの帰属を決めた。派内での対立が深刻になる以前は、マラー、ダントン、ロベスピエールの3人を指して、ジャコバン3巨頭と呼んだ。 強撃派の両収穫とされたエベール急進左派で極左勢力。別名、強撃派。主要なメンバーの一人であるジャックルネ・エベールの名を、関するが、特にリーダーは不在。政策も曖昧で、強撃派や、跳ね返り分子と言われたのは、アジテーションだけで内容がなかったことに由来する。無教なサンキュロと、 仮想貧民を支持基盤としており、むしろ議会の外、パリコミューンに強い勢力を持っていた。しばしば革命政府を生ぬるいとして非難し、さらなる革命の推進を要求。エベールの発行する新聞、デュシェーヌオヤジを通して人気を獲得し、一方で新聞を軍に専売することでの不正蓄財もあり、議会転覆を狙って民衆の放棄を促すなどしたため、 ロベスピエール派のみならず他のすべての党派から危険視され粛清された。また、汚いアジア根も葉もない告発を行う議員も多く、その点もロベスピエール個人から嫌われる原因となった。アナカルシスクローツラム新論者が理論的指導者の中におり、反キリスト教政策を掲げて理性の崇拝を進めたのもこのグループ。またマリー・アントワネットの処刑、ジロンド派の追放、 バンデでの虐殺でも主導的役割を果たした。メンバーは名前をギリシャ名に変えたという特徴がある。アンラジェとは考えは近いが、両派は対立関係にあった。寛容派領収、ダントン・ジャコバンの右派勢力。別名、寛容派。ジョルジュ・ダントン化を領収に、カミーユ・レムーラン、エド・オド・セシェルなども有力なメンバー。酒屋、女。 ギャンブルなどで人生を楽しんでいた協楽的な人物が多いのが特徴。ジャコバンを支持するブルジョワ層とのつながりが深く、ジャコバン派の中では最も恩恵なグループである。ジロンド派との交渉の際には、ジロンド派内閣では入閣したこともあったため、彼らとの融和に努めたが、ダントンらの努力はジロンド派の議員によって拒絶されて、無駄になった。ダントン派と激しく敵対した。 レベール派の処刑後、先んじて、これに寛容な態度を要求したことで知られ、恐怖政治の終了や、フランス革命戦争の終結などを主張した。しかし未だ改革半ばで、革命の継続を図るロベスピエール派は、主導権を奪われることを恐れて、王党派との内通罪という事実無根の罪を、でっち上げて、粛清することにした。リーダーであるダントンは、個人的に人気があり、 民衆への影響力も大きかった。また、ダントンやデムーランは、個人的には、ロベスピエールとは、親友の関係にあった。そのため彼らの粛清を決めたロベスピエールは、逮捕に際して、顔面蒼白になったと言われる。バラスト・フレロンはダントン派の生き残りであり、テルミドールのクーデタでは彼らには、個人的な復讐という動機もあった。中道左派領収。 ロベスピエール便宜的に中道派と呼ばれることがあるが、実際の中道派は平原派である。厳密に言うと、中道左派内し左派中道である。派内闘争に勝ち抜き、最後まで革命の中心タランとしたグループ。マクシミリアン・ロベスピエールを領収とし、サンジュスとクートンとの三党政治を行った。ルバも含めて、個人的な友情のつながりを重視するという特徴があり。 少数の友愛同士だけで構成される。強撃派のエベール一派、寛容派のダントン一派を粛清した後、ロベスピエール派は影響力は強まったが、公安委員会政府の主導的役割を果たしていた。ものの、公安委員会の12人のうち同派はわずか3名のみで、保安委員会には同派は一人しかいなかった。議会でも少数派であるがゆえに、 ロベスピエールらが提案した法案を議会に通すには、平原派や無党派のジャコバン派議員の協力は不可欠だったのであり、独裁的に振る舞った事実はない。このためサンジュストが提出した法案のいくつかは否決されている。ロベスピエールは政策を推し進めるには、議会やクラブで演説して、聴衆を説得する必要があった。ロベスピエール派の支持基盤は議会にはなく、 パリのジャコバン派民衆であり、アンリオが指揮する国民衛兵隊及び武装民兵であった。ジャコバンでない山岳派と呼ばれたカルノをしかし、身にやましいことのある議員や、地方で極端な虐殺、汚職を行った派遣議員たちは、パリに召喚されると、精錬潔白で潔癖症とも言うべき、独裁三党からの告発を恐れるようになる。猛威を振るい始めた。 革命裁判所での処刑を恐れ、武装民兵の脅迫を受けていた議員たちは、ロベスピエールに反対できなくなっていたが、ジョゼフ・フーシェの陰謀により結束した、反ロベスピエール派議員たちが、テルミドールのクーデターを起こすと、一斉に無党派がこれを指示。最後は、武力で打倒された。ラザール・カルノーやサンタンドレ、プリュールドラ・コートドールなどに代表される、山岳派に属する無党派議員。 一部は平原派と混同されるが、ジロンド派追放後の議会では最大派閥だった。フランス革命当時は政党が存在しないため議員は個々人の心情で行動して、実のところ党派はそれほど明確ではなかった。党派は後世の死化が作った便宜的なくくりという面が少なくない。彼らのような無党派議員は特に領収となるリーダーを持たない代わりに、 それぞれの法案で独自の投票行動をしており、その都度主流となった政治家に追随した。ネオジャコバンに属したバフーフム党派の中にも、左派と右派中道がおり、コローイコールデルボアやビオーバレンヌはエベール派のシンパとされた極左である。テルミドール語は、これら極左は追放され、右派と中道、若干の左派残党の日より未主義者たちは、一部は、 テルミドール派と合流、一部はネオジャコバンへ、残りは総裁政府議会の共和派諸派となった。恐怖政治的な革命独裁を信奉した一派で、ブランキ派や第一インターナショナルの労働者らと共に、パリコミューンの評議会を構成した。後発の最も過激な平等主義者のグループ。あまりに極端な主張であるため、一部でしか支持を得られず、また弾圧の対象でもあった。 私有財産の廃止を求めるなど、分配重視の初期社会主義的な主張をしていた。共産主義のルーツとして知られ、フランソワのエルバブーフ、国際的な職業革命家のフィリップ・オブ・オナロッティなどが、そのメンバーとして挙げられる。革命中は勢力を誇ることはなかったが、むしろ革命後の19世紀の諸革命でその思想を浸透させ、ジャコバン主義を共産主義へと繋いだ。ありがとうございます。